はい、今回は、小ネタ会を超えたここここネタ会、明日職場や学校で披露できる中国史豆知識をお伝えしよう。ほうほう、豆知識、なんぞや。今回紹介するのは、あの武周王朝を起こした、中国の歴史上唯一の女帝とされる武則天、則天武后は、実は、中国の歴史上唯一の女帝ではなかった、という話よ。どういうことを。実は東大、武則天より先、彼女が帝位につくより前に、皇帝となった女性がいたのだ。それが文化皇帝、陳石新だ。文化皇帝、陳石新、一体誰？知らないのなら教えて信ぜよう。武則天より先に、皇帝を名乗ったカリスマ、中国最初の女帝、陳石新のことを。うおう、教えて。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、ベルギーの数学者ピエール、ルネ、ドリーニャ人間の提供でお送りします。さて、時は東大690年、この年、様々な予言書や随章などで、即位への下準備を入念に整えていた東王朝三代目皇帝、高宗李治の皇后、武后がついに、大衆の請願に応える、という形で皇帝に即位し、新たな王朝、周を起こした。この王朝は、後に他の歴代の周王朝と区別するために、武周と呼ばれたのだぜ。この武周を打ち立てた武后こそ、女帝、武則天であり、彼女は中国史上唯一の、女性の皇帝として、705年に政変で退位に、追い込まれるまで、中国に君臨したのだった。武則天来たー。中華三大悪女とかいう不名誉極まりないくくられ方するけど、旅行や政体号とともに、王朝の頂点に君臨し権力を掌握した。中国史上トップクラスの女傑よね。そう、そしてこの武則天は三大女傑の中で唯一、皇帝の座にまで上り詰めた、中国史上最も出世した女性だった。うおう、やっぱり武則天がナンバーワン、中国史上最初で最後、唯一の女帝、というのがまあ一般的な理解であり、私も基本的には、女性が皇帝になったのは、中国では武則天だけだよ、と、いつも話しているのだが、そうよね。しかしこれは、正式な皇帝としては、という意味であり、実は武則天の生きた時代には、彼女より先に皇帝となった、皇帝を占称した女性がいたのだー。ほわー、同じ時期に女帝が続出したんか？そう、624年に生を受けた武則天より少し前、620年に生まれ、武則天が655年に皇后に確立される少し前、653年に、東朝に対して反旗を翻した陳石新、陳石帝こそ、中国で最初に皇帝となった女性だったのだぜ。うおう、ファーストエンプレス陳石新。というわけで、ここからはその陳石新について語っていこう。はい。さて陳石新は、江南の房州、江州の南西の人で、早くに父母を亡くし、妹と二人で暮らしていたという、彼女は農作業の傍ら、民間の道士としても活動しており、広く人々からの信望を集めていたのだという。しかし、彼女はある日、仙人となってこの世を去ると称して、近隣の人々に別れを告げ、盛大な別れの儀式を行ったのだ。ほうほう、だが、彼女はあまりに多くの人々を集めてしまい、そのせいで、儀式が官権の知るところとなると、彼女は大衆を扇動しようとする、危険人物であるとみなされ、逮捕されてしまったのだ。あらあら、まあまあ。しかし、その後の調べで陳石新が特に危険な人物ではないと、判明すると、彼女は無罪放免で釈放されたのだった。よかったね、陳石新。といったところでめでたしめでたし、となればよかったのだが、そうなっていたら陳石新の名が歴史に残っているはずがない。そうよね、そう、ここからの彼女の行動が尋常ではなかったのだ。陳石新はこの、官権に逮捕されるという出来事を逆手に取り、自分は牢獄ではなく天から帰還した、天で男子と化し、鬼人を使役する能力を身につけたのだ、と大々的に、宣伝を行ったのだぜ。すると陳石新の周りには、彼女を、神聖視し、また生活に苦しみ政府に反感を持つ、老若男女が集まってきたのだぜ。むむむ、この頃の江南って不穏な状況だったのかしら。そう、実はこの時期、
東大の江南は開発が著しく進展したが、それに伴い官権の搾取も厳しくなっていたのだぜ。いくら汗水流して働いても、政府が持っていってしまい、作物は豊かなのに困窮する人々が多くおり、彼らは、不満を高めていたのだ。それに加えて、沈石心の決起の前には、この地方で大規模な洪水が、発生したが、その際政府は通常なら穀物倉庫を開放して、被災民を助けるはずなのに税を厳しく徴収し、飢えて、死ぬ者が多く出ていたのだぜ。ああ、それだけ追い詰められてたんなら、もう決起しちゃうわね。そう、そんな時に性的な雰囲気をまとった女性、沈石心が現れ、彼女が世を救うと大々的な宣伝が行われたのだから、困窮した民衆が彼女のもとに結集するのも当たり前のことで、もともとの彼女の目的が、そうであったかは定かではないが、653年9月、ついに、沈石心は民衆を率いて房州内の東路県へ夜襲を仕掛けた。ついに始まったか。そう、こうして反乱が始まり、夜襲を成功させた反乱軍は、続いて隣接する汚染県へも攻め入り、ここも占拠したのだった。出だしは順調ねえ。この頃には彼女に従う者の数は2000を超えたといい、彼らは金をつき香を焚くなど、神聖な雰囲気を演出する、沈石心に振幅し、団結を固めたのだという。やがて彼女は文化皇帝を名乗り、妹の夫を僕や、つまり宰相に据えて、反乱軍の体制を整えると、房州の西隣の昭州に攻め入った。反乱軍の構想としては、昭州を足がかりにして西北に、進撃して唐の副都洛陽に攻め入るつもりだったとされる。おう、唐の中心地を突くつもりか。しかし、時はまだ653年、三代目皇帝高宗理智の時代で、東朝の体制はまだまだ盤石だったのだぜ。そうよね、このちょっと前はあの大宗理政民の時代だもんね。そう、東朝は間もなく反乱軍討伐の布陣を整えた。そして大宗理政民の下で活躍した軍人、蔡義元の率いる、東軍に攻められると、反乱軍は大敗したのだった。ああ、東軍はその後、敗走する反乱軍に追撃を重ね、ついに沈石心が夜房州城を攻め、間もなくこれを落とし、沈石心は捕らえられ、その場で殺されたのだった。ああ、これが653年の11月初頭のことであり、この反乱は、わずかに2ヶ月足らずで鎮圧されたのだった。一瞬で終わってもうたんか？ただまあ、あっけなく滅んだとはいえ、沈石心が発揮した、カリスマ性は並外れたものがあったと言えるのだぜ。東軍と反乱軍の戦闘の下りはサクサク進めたため、蔡義元があっさり反乱軍を討伐したように見えるが、実際のところ、官軍の兵士は沈石心の神通力と彼女が率いる、反乱軍と戦うことをかなり恐れていたようで、賊を撃てば、一族が滅んでしまう、と、反乱軍の宣伝を真に受け、当初、かなり恐怖して戦うことに尻込みしていたのだという。そのため蔡義元は反乱軍と戦う際に、左右の部下が、差し出した盾を払いのけ、やを怖がっているようでは、兵士の誰が命がけで戦うものか、と、率先して矢が飛び交う、前面に立って兵士たちを戦わせなければならなかったし、夜中に流星が反乱軍の陣営に落ちたと言いふらして、これこそ賊の滅びる前兆である、と兵士たちを鼓舞したのだ。はい、手を尽くしたのね。そう、沈石心の反乱は歴戦の将である蔡義元が、全力を尽くして平定しなければならないほどの脅威であり、膨張しつつあった反乱軍が敗れた時、その死者は数千、房州が落ちた時に降伏した者は1万を超えたという、搾取に対する怒りや不満、また沈石心のカリスマ性が、反乱をたった2ヶ月でここまでの規模に成長させたのだ。沈石心恐るべし。そう、中国史上例の少ない女性の農民反乱の指導者であり、女性として最初に皇帝を名乗った沈石心、彼女の決起を、妃の立場から見ていた武則天が、後に精神皇帝と名乗って自ら即位したのは、何を隠そう先行する沈石心の影響があったのかもしれないしなかったのかもしれない。よくわからんのかーい。わからんわからん。しかし7世紀半ばから8世紀にかけて、中国で女帝の時代が一瞬現れただけで、その後は、沈石心のような、
自称のパターンの女帝ですら、現れなくなってしまうというのは、実に興味深いよな。はい、それは不思議だわね。まあ後の時代の女性の反乱指導者、例えば明代の、東西寺などは、仏教、略連教をバックボーンとし、仏母と、名乗ったように宗教とがっつり結びついた反乱が、増えていったからな。皇帝を名乗るよりも、宗教的な権威を用いた名称の方が、民衆を、まとめやすかったのだろう。なるほどねー。といったところで、今回のここここ小ネタ会、中国初の女帝、文化皇帝、陳石心についてはここまで、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンもいつもありがとうございます。チャンネルメンバーシップご加入、スーパーサンクスも大感謝。最新のメンバーシップ限定動画、変な仕事、も上がっているので、再生リスト、メンバーシップ限定動画、からご覧ください。ほいだら、また次回の中国史の時間にお会いしましょう。ほな。終わり。